日本海軍10海軍少将がフランクリン・ルーズベルト氏にこの手紙を送る。私は今我が戦いを終えるにあたり一言あなたに告げることがある。日本がペリー提督の下田入港を機会に広く世界と国交を結ぶようになってからおよそ100年、この間日本の国の歩みは困難を極め、自ら望んだのではないにもかかわらず、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、満州事変、支那事変を経て不幸にもあなたの国と戦争するに至った。これによって日本を見て、あるいは好戦的国民だとし、あるいは高価だと言って恥ずかしめ、あるいは軍閥の戦団だとする。考えの足りないこと甚だしいと言わざるを得ない。あなたは真珠湾の不意打ちを対日戦争唯一の宣伝材料としているが、日本が自滅を免れるためこの行動に出るほかない窮地にまで追い詰めた諸種の情勢はあなたの最もよく熟知しているところだと思う。恐れ多くも日本天皇は高祖高宗建国の対象に明らかなように、正義、明治、人事を3つの原則とする八紘一宇の文字によって表現される統治の計画に基づいて、地球上のあらゆる人間にその分に従い、その強度において生まれながらの生きる権利を認め、それによって恒久的平和の確立を唯一の念願となさっているのに他ならない。かつての世もの海皆腹からと思うようになど波風の立ち騒ぐ乱、私は世界中が皆兄弟姉妹だと思っているのになぜ戦乱が起こるのだろうか、という明治天皇の和歌はあなたの叔父セオドア・ルーズベルト閣下の感嘆を呼んだところであり、あなたもまた熟知の事実であるはずだ。私たち日本人はそれぞれ階級がある。さまざまな職業に従事しているが、結局はその職業を通じてこの天皇の統治の計画、つまり天皇の仕事を補佐しようとするのに他ならない。我々軍人もまた武器を使って天皇の仕事を広めることを慎んで受けたまわっているに他ならない。私たちは今物量に頼ったあなたの空軍の爆撃と艦砲射撃のもと、外形的には後退するのやむなきに至っているが、精神的にはいよいよ豊かになり、心はますます明朗になり、歓喜を抑えられないものがある。これは天皇の仕事を補佐するという信念に燃える日本国民共通の心理であるが、あなたやチャーチル氏らの理解に苦しむところだろう。今ここにあなた方の精神的貧弱を憐れみ、以下一言しばらく教え諭そうと思う。あなた方のすることを見れば、白人、特にアングロサクソンで世界の利益を独占しようとして、有色人種をその野望実現の前に奴隷化しようとするに他ならない。このために卑劣な策をもって有色人種を欺き、いわゆる悪意の善政によって彼らの本心を失わせ無力化しようとしている。近世に至り、日本があなた方の野望に抵抗して有色人種、特に東洋民族をあなた方の束縛から解放しようと試みたところ、あなた方は少しも日本の真を理解しようと努めることなく、ただあなた方にとって有害な存在だとして、かつての友邦を旧敵野蛮人と見るようになり、公然と日本人種の絶滅を叫ぶようになった。
これは果たして神の意志にかなうものだろうか。大東亜戦争によっていわゆる大東亜共栄圏が成立すれば、その中の各民族は私たちの前世を謳歌し、あなた方が今これを破壊することがなければ全世界にわたる恒久的平和の到来は決して遠くない。あなた方はすでに十分な繁栄にも満足することなく、数百年来のあなた方の搾取から逃れようとするこれら哀れむべき人類の希望の芽をなぜ若葉のうちに摘み取ろうとするのか。ただ東洋のものを東洋に返すに過ぎないではないか。あなた方はどうしてこのように貪欲で、しかも強力なのか。大東亜共栄圏の存在は少しもあなた方の存在を脅かさない。むしろ世界平和の一翼として世界人類の安寧幸福を保障するものであり、日本天皇の真意も全くこれ以外にないことを理解する画僚があなた方にあることを希望してやまないものである。翻って欧州の事情を観察しても、また相互無理解に基づく人類闘争がいかに悲惨であるかを痛感せざるを得ない。今ヒトラー総統の行動の是非を云々するのは慎むが、彼の第二次欧州大戦開戦の原因が第一次欧州大戦終結に際して、その開戦の責任の一切を敗戦国ドイツのせいにし、その正当な存在を極度に圧迫しようとしたあなた方の先輩の処置に対する反発に他ならなかったことは看過してはならない。あなた方がよく戦ってヒトラー総統を倒すことができたとして、どうやってスターリンを首領とするソ連と協調しようとするのか。およそ世界を強者の独占するものにしようとすれば、永久に闘争を繰り返し、ついに世界人類に安寧幸福の日はないだろう。あなた方は今世界制覇の野望が一応まさに実現しようとしている。あなた方の得意は想像できる。しかしながら、あなた方の先輩ウィルソン大統領はその得意の絶頂において失脚した。願わくは私の言外の意を汲んでその轍を踏まないことを。一丸海軍少将。